狂ってるよ本当に。みなさん、藤井オーライ。ヨロザワキイカノショです。キスマーク伝言選手権。いやいやいや。ああもうお酒飲んだ企画考えましたね。僕はもうお酒あんまり飲まないんでね。いやもうあのシラフのね上陳君思いつく企画じゃないよ。いやバリバリしてまあちょっと眠たかったけどバリバリシラフ。正気の沙汰じゃないよ。正気も正気。えらい正気。そもそもこの間の動画でねあのツイッター解説動画。はい。でもう角と羽が伸びてるじゃん。もうねめちゃくちゃ体重たいよ。だからもうねいろいろ言いたいことがあるのにすごい大混戦してるから言えないんだよ。言いたいこと大渋滞や。まあそんな渋滞してる言いたいこともねキスマークでなら言えるんじゃないかと思いまして。いや絶対それ今考えるもうこじつけもいいとこじゃんなので今日はキスマーク伝言ゲームでーす。マジでわかんないわ。この葵が引くんだからよっぽどだと思うよ。やっぱりちょい変人。変人だね。ブラザーに引かれたらね救いないんよ。もうサラサラサラってもう越されてるよここに。それ下に越されてんのは何。こっちかこっちに止まってるわ。残りカスみたいに言うな。残りカスみたいに言うな。キクロジョープリズムパワーメイクアップ。寝るの。ちょっとさ手鏡貸してくれへん。いやもういいよ持ってるけど。まずリップを塗ります。寝るの。僕なんだ本当に一番わかんないの今までで真剣じゃん。いやうーんじゃないよ。納得するしないうしないの。うんできましょう。はい。おおおおおおええやんええやん。もうさでもうクラッカじゃん。ええやんええやん。綺麗に塗れた。ええ仕上がり。もう完全にもうバンドだよ新しい。ここのねあの山こだわり。安いやろ。潤ってるね。あおいですらそんなリップ持ってる。思ったより潤ってるよ。ひがってるやろ。うん、あもう琵琶湖。えじゃあ何葵はこれ見ちゃいけないってこと。あ見ててもいいよ。いやいい。いややっぱり早速第1問作っていきます。楽しそうで何よりです。うーん5年経つとこうなるのか YouTuber って。狂ってるよ本当に。もういいかい。もういいよ。それでは第1問こちらです。何これは本当にそれいけるんじゃないでしょうか。ちょっと待ってリップの上に鼻の油をやめて消そうと思ってたそれフォトショーで鼻の油それフォトショーで消そうと思ってたところこうやったんでしょ。ね、毛穴の数数えられる。3個目から毛穴ちょっと気にしてるそれもうほん3個目からほんまに3個目から毛穴気にしてはぁ、あ、おマジ藤葵。それでは正解をどうぞ。藤葵正解簡単って思っちゃったのが悔しい。もっと難しいの持ってこいって思っちゃったのが悔しいわ。あ、歯体験してたやん。もう、う、い、あって言った時点でもう馴染みのある母音だったもん。はぁもうこれ何待ちなの本当に。今までで一番無駄な待ち時間だわ。問題が完成するために新鮮に笑えるな。あっそう、うん、さあ第2問のもうこれ一気に難易度上がります。はいこちらよく普段のクイズのテンションで言えるねあおむずい。なんだろう最後のやばいな。最後のやつよね。ワームじゃん、うん、ワーム2匹なワームっていうな。人の唇をワームっていうな。2つ目と3つ目は同じだ。あそうだね。そうだねじゃない。こんななんか難しい分野あったっけ。あいうえだな。おお1個目えーってちょっとなんか奥に引っ張るから多分つくのが浅いんだね。もうちょっと今次の問題のリップをチャージしてるんで。えおおいやう合ってるボイン。あ最後違います。うんうん
その顔で何エオオオイアン、はい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 、エオオイアン、だいぶ確信に近づいてきました。さすがにね、全くのノーヒントだと本当に多分難しすぎるので、はい、まあ、最近なんて言ったらいいんだろうふざけたトーンで喋ってほしい最近、まあ、ちょっと引っかかるワードは出てきましたよ。最近、うん、あの、まあ、ブラザーと僕の会話の中でね、最後がんで終わるやつ、最後んですね、2つおが並べなってなんだろう、おお、ここ、とうとう、それをやってる間に僕は画面の前の皆さんにお出しする最終問題を作ります。3問しかやんないんださすがにもういいかな、終わりなんだ、もういつも5問ぐらいやむに満足でしたふざけるな設置面の音がするツイッターに関する僕とブラザーの会話の中で引っかかりましたね。なんだろう、でもその単語が直接的には出てきてないです。はいはいはい、マジメトロポリタン正解正解、すごいハッシュタグでしょ、そう、あ、僕のツイッターファンアートタグキクノポリタンの元になりました、メトロポリタンです。いやね、すごいね、それおお多いやいやもうめちゃくちゃアハ体験したのに脳だけもやっとするわそれアハ体験って言わんのよ。さあ、それでは皆さんお待ちかね、最終問題です。最終問題は皆さんにお考えいただければと思います。問題こちら、あっちもち、あ、わかる、うん、入ってるよくわかりました、うん、入ってます、そうなんですよ、これ大ヒントですね、うん、入ってます。じゃあこちら問題の答えがわかった方はどしどしコメントくださーい。若干コメント見るの楽しみなんだよな、まあ、めちゃくちゃ楽しみやろ。ということで本日使用したリップはこちらですね、インテグレートのジューシーバームグロス RD374 番です。うん、その色かわいいね、これめっちゃいいでしょ。まあ今回このラメに惹かれてね、インテグレート買ってみましたということで動画見てくださってありがとうありがとうございました。ありがとうございました。みんなもやってみてねみんなもやってみてねせーの、バイバーイ、バイバイ。でも本当にさ、メイクアップアーティストの資格取ったらいいのに、もったいないね。一時期めっちゃ勉強しててさ、なんか資格取るまではいかんかったんけど、だ結構ねメイク動画詳しいですよ。本当に取ってほしい。あのインテグレートとかはね、あの下地ミネラルファンデとかすごくいいですね。で、あのメイクのイベントやりたい。うわ、やりた